はい。斉藤選手。はい。計量終わりまして、はい。リカバリーもされましたか？そうですね。はい、65.9。はい。パスしてですね。はい。だいぶもう飲んで、体が戻ってきて、はい。元気になってきてます。そうですね。さっきよりこう、肌性もより良くなりましたね。さっき結構こう、ゲソッとしてたんで、はい。直前は。はい。辛かったですけど、まあなんか、試合のたびに減量辛いなとか思いますけど、はい。こう、応援してくれる人がたくさんいるので、はい。そういう人たちの顔を思い浮かべながら、水抜き頑張って、明日試合にたどり着けますね。ああ、はい。素晴らしいですね。はい。ちなみにリカバリーは、高級なおかゆをですね、いつも新日本エネルギーの社長さんの、ご配慮いただいて。そうですね。いつも大変ご親切に。はい。フルーツ盛り合わせと、中華粥をですね、今回も食べさせていただきました。じゃあもうバッチリですね。はい。もうかなり元気になってますね。リカバリー第1弾は。はい。はい。今日はこの後、来人初となるんですかね。はい。大会中に公開計量。そうですね。トリガーの会場行って、はい。3試合目の後かな。イベントとして。そうですね。はい。公式計量みたいな形でやりますけども。はい。すごいなんか、すごいですよね。お客さんいる中で。そうですよね。公開計量やるっていうのは。選手としても初めてですもんね。はい、まあ、その会場の雰囲気をちらっとでも。うん、はい。体感できると言いますか。はい。イメージもできると思いますから。はい。これから行っていきたいと思います。はい。はい。じゃあ、はい。すいません、どうぞ。はい。明日に向けてですね。はい。しっかりコンディション整えて、勝てるよう頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。じゃあ、行きましょう、公開計量に。はい。はい。